かは君に輝く。は夏の大会だから気をつけろ。皆さんこんばんは。大分の高千穂館です。現在収録しているのが2020年1月24日、フライデーナイトでございます。今日実は一つ発表がございました。そう、選抜高校野球の出場校32校発表です。いやー、ついに発表になりました。実はですね、私、元高校球児でございます。といっても選手ではなくて、男子マネージャーであったという、珍しい役だったんですけども、実際に高校の時のこの帽子でこうね、いろいろ普段にこうやって見せて、よく高校球児やってると書いてますけども、さあもういよいよ高校野球地区やってまいりました。私自身もですね、先ほど申し上げました通り高校野球、一応携わっていましたから、野球には興味があります。特に高校とか大学の時はほんとしょっちゅう高校野球テレビで甲子園見てました。あいにくですね、ここ10年社会人になってからは、なかなか見る機会も少ないですし、でまた正直言って大分県勢がなかなか春の選抜出れなかった、7年ぐらい出れなかったこともあって、なかなかねこう甲子園にこう興味を持ってない、10年間ではあったんですけども、それでもやっぱりこうテレビで甲子園があると見ますしですね、高校野球の時期来るとこうしみじするものがございます。で本日、第92回の選抜高校野球のですね32校が発表されたということで、簡単にですね出場校紹介とか私の感想を言います。先ほどもちょっと申し上げたんですけども、お断りで、正直今年の戦力がどうとか、どこが強いとか、どういう選手がいいというのは正直分かりません。あくまでもこう私の個人的なこう過去の思い出であるとか、この県って言ったらここはですね、この高校強いよねとか、ユニフォームはどうだねとか、本当な感想、簡単な感想しか申し上げませんので、その点はご了承願えたらなと思います。それでは今年32校どこが出たのでしょうかと、言いつつ続きですね、最初に申し上げます。もうね、この気持ちはね、私本当に申し上げたいんですが、大分県勢2年連続ダブル出場おめでとうございます。はい、ですね、平成最後の昨年の大会に大分ですね、大分高校と明豊高校が出ました。そして今年も、2校実は出たんですね。後ほどご紹介いたしますが、なかなかさっきほど申し上げましたように7年ぐらい春の選抜出れなかった中で、去年からですね2校出場連続出場で、しかも去年はですね両チームとも勝ってますし、明豊高校についてはですね、ベスト4まで行きましたからね、非常に注目で楽しみになってまいりました。ですね、夏がですね、正直なかなか勝ててないので一概には申し上げられませんが、少しずつこの大分県の高校野球もまた強い大分に戻りつつあるのかなと思います。これもですね、大分県の高校野球の球児の皆さんとかで監督さんとか地域の方、関係者の皆様の個人力だと思います。特に大分県高野連はですね、ふうにトレーニングマッチ走ったりとかね、こう遠投したりとか、こう体をみんなでお互い鍛え合うですねイベントとか、また関東やこう関西へのこう遠征の補助であるとかですね、そういうことをしてこう強化策を図ってきました、ね、もちろんその勝つことが全てではないんですが、やはりこの単なるレクリエーションが違って、勝負の世界であり目標があるという中で、やっぱ戦いにはこうやっぱ勝ちたいものではありますので、非常に強いというのはですね、そういうところでやっぱ魅力的に映りますね。ということで、ちょっと地元が大分県のものでございますから、先にちょっと大分県民、一大分の高校野球好きのから一言ですね、ちょっと気持ちを申し上げました。まずは21世紀枠3校が選ばれました。この他の高校のですね、模範となるような学校が選ばれました。北海道から初出場、帯広農業ですね、夏ドラのですね、広瀬すずちゃんのドラマのモデルとなりました。北海道大会ベスト4まで行ったそうですね。なかなか全員が揃うのが難しくて、練習が土日しかできないそうです。続きまして、東北福島からは、いわき高校でございます。福島大会3位で、東北ベスト8ということでですね、実は今、困難克服校でございまして、昨年台風でですね、甚大な被害を受けたという中で、頑張って出場になりました。
で、3校目が島根県平田高校でございます。出雲市にある高校でして、この幼稚園で地元の方にですね、地域密着で野球を指導されているというところが評価されまして、今回こちらの3校が選ばれました。頑張ってほしいですね。続きまして、北海道東北地区です。北海道は1校、白樺学園が登場いたしました。ですね、もう白樺学園といえば、まあ、国的なマークが出たですね、2006年のタームエクスに出場したということでございますが、春は初出場なんですね。昨年の神宮大会ベスト4でございます。続きまして、東北1校目は宮城仙台育英高校。もうこちらは定番ですよね。もう、東北の雄でも準優勝もですね、全国大会でもしておりますし、まあ、上林、ソフトバンク上林選手とか、楽天の吉野選手など、輩出しております。で、もう一つが山形県の鶴岡東高校ですね。近年、こう、安定してこう出てるなというイメージがございます。このね、ユニフォームがかっこいいんですよね。この坂田南高校という、こう、縦島のですね、まあ、鶴岡東は緑をベースとしておりますけども、で、こう東北勢、もう悲願のね、初優勝を目指して頑張ってほしいものです。続きまして、関東、東京地区です。全部で6枠あります。ポイントは、東京が1枠になるか、2枠になるかでございますが、今年は東京1、関東5でございます。まずですね、優勝候補の一角、昨年の明治神宮大会の準優勝、健大高崎ですね、ビーツゲアドのですね、効果で有名でございます。去年、明治大神宮大会初です、ね、2回戦で大分明豊高校と当たりまして、タイブレイクで勝ってですね、まあ、大分県民としてはちょっとリベンジしたい相手でございます。続きまして、山梨県の関東第2位の山梨学院ですね。こちらも監督さんですよ。吉田浩二監督。長崎清峰高校をですね、全国優勝に導いた名監督でございます。吉田監督が就任してもコンスタントに甲子園に出ております。とにかくね、吉田監督20点と、ね、取られて負ける試合もあるんですけど、逆に22、3点取って取り返す試合もあって見応えがございます。息子さんがですね、今年から部長になれたということで、親子高でございます。続きまして、神奈川東海大相模。もう名門ですよね。タフなチームでございます。春2回、夏2回優勝しております。門馬監督はですね、極楽とんぼの山本圭一さんにそっくりですが、私もそっくりですが、名将です。で、続きまして、群馬桐生第一高校ですね。正田投手の時、20年ほど前にですね、夏の大会優勝しました。ですね。関東のベスト4でございます。続きまして、埼玉花咲徳栄、全国優勝も成し遂げた強豪チームでございますね。このままね、埼玉はね、激戦区ですけども、今リードしている格好でございます。最後に東京都は一つですね、国士舘高校が出場しました。ですね、明治神宮大会では初戦敗退だったんですけども、もう名門でございます。まあ、余談ですが、この後登場する鳥取城北高校もそうですけども、この茶色でね、こうストライプっていうのは結構かっこいいユニフォームだなと私、個人的に思っております。続きまして、東海北信越枠でございます。全部で5ですね。東海はですね、まあ、一般枠2つにプラス、明治神宮大会で昨年、中京大中京が優勝しましたので、神宮枠1つで3つ出ております。まず、愛知中京大中京です。もうこちらも名門ですね。昨年のですね、明治神宮大会優勝。いわこの世代のですね、まさに現時点でのナンバーワンでございます。プロ注目のエース高橋投手を擁しております。まあ、タフなチームでして、もう優勝もどんどんしております。続きまして、岐阜の県岐阜商業ですね。こちらですね、まあ、最近お亡くなりになりましたけども、中日のですね、高木守道監督などもですね、輩出しております。まあ、注目は監督さんです。熊本秀岳館高校をですね、こうベスト4の常連に導いた、ですね、鍛冶者匠さんですね。ケレミのないバッティングでっていう解説で有名な、まあ、松下電器にいらっしゃった方だったと思うんですけども、まあ、県岐阜商に戻りましてですね、まず何が変わったか、ユニフォームが変わりました。ですね、伝統のユニフォームが、秀岳館からの青と黄色をベースとしたユニフォームになっております。さあ、楽しみですね。そして、静岡県から加藤学園が初出場でございます。こちらですね、東海大会ベスト4なんですが、明治神宮大会ですね、神宮枠で一つということでございまして、非常に粘りがあるチームということで、初出場ということで、非常に楽しみでございます。続きまして、北信越はですね、石川県勢がですね、ダブル出場でございます。まず、
注目の星稜高校でございます。北信越チャンピオンでございましてですね、昨年は、奥川投手を利用してですね、全国ベスト、失礼しました、準優勝まで行きましたですね。まあもちろん松井秀喜選手ですねとか本田圭佑選手出てますが、個人的にはジュースジュースのですね、元リーダーの宮崎優香ちゃんのお兄さんが選手でしたし、多分本人もマネージャーかなんかでこうウグイス状のマネージャーっていうイメージですね。そして日本航空石川でございます。北信越大会の準優勝でですね、これも日本航空、本当航空の関係のですね、珍しい高校でございますし、まあ、ちょくちょく甲子園にも出ておりまして、これまたですね、注目の石川県勢でですね、敦賀気比以来の北信越の優勝も見てみたいですね。続きまして、甲子園の地元、近畿地区です。6校出場でございますが、もうね、これ見る限り、そうそうたるチームでございますね。まず、近畿チャンピオンの天理高校ですね。こちらも奈良の名門でございまして、全国優勝した経験もあります。不動の応援団長、今年も出るのかな。で続きましてですね、この2連覇の帝王でございます。大阪桐蔭が2年ぶりに甲子園に帰ってまいりました。そして昨年夏の王者、履正社大阪ですね。ここら辺ほんとタフでございますね。そして奈良智弁も出ておりますし、智弁和歌山もですね、まあ、兄弟校で出ておりますし、どちらも注目でございます。そしてですね、またこちらもコンスタントに出ております。甲子園のお膝元、兵庫県明石商業高校ですね。こちらもですね、去年のベスト4に確か入っておりますね。ですね、もうこのですね、関西で、まあ、近畿勢はですね、地元だってこう、パワーもそうですけど、この応援というのもかなりすごいと思いますよ。続きまして、中国四国地方でございます。中国が3枠、四国が2枠でございます。まず中国チャンピオンは倉敷商業でございますね。岡山県星野仙一さんの、まあ、地元でございます。ですね、まあ、個人的にはですね、2008年の地元の大分国体の際に、まあ、地元大分代表の日田林工と初戦当たったのが倉敷商業だったという思い出がございます。続きまして、東北ですね、中国大会、失礼しましたね、中国大会の準優勝、鳥取でございます、失礼しました。鳥取城北高校ですね。まあ、ですね、甲子園にもですね、続々出ております。鳥取県っていうのはですね、八津高校とか米子東とかですね、鳥取商業など、効率が強い中で、この力をつけている、まあ、本当、私立高校でございます。で続きまして、広島新庄高校でございます。ですね、もう最近ですね、よく出ております、もう、ですね、巨人の田口玲斗さんとかでね、日ハムの堀選手など出ておりますけども、3回戦、夏は3回戦が最高ということでございます。で四国に渡りましてですね、名門高知、明徳義塾、こちら優勝候補でございますね。去年ですね、大分県勢代表のですね、桐蔭高校が夏と初戦対戦して、あいにく6対4で惜しくも敗れた悔しいので、まあ、リベンジを果たしたいところでございます。そして香川の尽誠学院も久々の甲子園でございますね。もうイラブさんのイメージでございます。さあ、野球王国、中国、四国、特に春に強いイメージがありますけども、さあ、どうなることでしょうか。最後、九州地区でございます。4枠でございます。まあ、私の地元でございます。結論から言いますと、もう順当に秋大会のですね、ベスト4が選出をされました。ただですね、ちょっと私も波乱があるんじゃないかなと思っておりました。というのがですね、決勝がまあ明豊対大分の大分県勢同士でしたが、13対5ぐらいで結構コールドゲームになったわけですよ。明豊は勝ったんですけども。ですから、その、明豊にですね、結構その前進したチームですね、唐津商業とか多分沖縄尚学だったかな。ですからですね、そっちの方が出るんじゃないかというふうに思われましたが、もう順当にベスト4が選ばれました。ですね、大分の明豊はですね、九州チャンピオンでございまして、昨年の春、ベスト4でございます。エースの若杉君はですね、同じ私の地元で出身でございまして、注目しております。で大分商業のですね、エース川瀬君は、お兄さんがソフトバンクホークスでの川瀬選手でございますから、まあ、代表は個人的にはこう守りとか守備のチームですね、まあ、打撃も多分できると思うんですけども、期待でございます。そして、長崎の創成館でございます。もうね、創成館もですね、この長崎をですね、最近引っ張っている有力のですね、学校でございます。そして、今回初出場が鹿児島の鹿児島城西でございます。まあ、ですね、サッカーだと有名ですね、大阪半端ないっての大阪選手がですね、出られてて、まあ、高校サッカーですね、準優勝されました。余談ですけど、私の好きなディーンのボーカル池森さんは、その、まあ、高校の時の大阪優也選手、決勝の前夜、前の日に、実は激励に行ってるんですね。
まあ、残念ながら優勝できなかったので、池森さん、薬病神だったら大変申し訳ございません。まあ、鹿児島というのは個人的に本当、野球が強いイメージがございますので、ですね、このまた新戦力、鹿児島城西高校がどういう風を起こしてくれるのか、風は南から今年鹿児島国体開催されますからね、非常に楽しみでございます。ということで、いろんなですね、本当個性派揃いの13校が揃ったんではないでしょうか。ですね、この令和最初の春の選抜高校野球楽しみでございますね。3月に今開幕いたしますけども、ぜひですね、本当怪我がないように、事故のないようにどうかですね、みんな各球児ですね、試合出てる方もそうでない方も一体となってですね、楽しくね、熱い高校野球になることを応援しております。頑張れ高校球児たち。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければいいねボタン、そしてチャンネル登録をお願いいたします。それではまた、良い春を。